この番組は2000年から現在にかけて全日本プロレスで行われた珠玉の名勝負をお届けする番組です。今週お届けする試合は2007年3冠フリー級選手権試合、王者鈴木伸対挑戦者武藤敬司の一戦です。この試合がどんな試合かご紹介する前に、ぜひ皆さんのチャンネル登録と高評価をお願いいたします。僕のようなですね、福岡の地方出身の人間にとってはやっぱりこう地方巡業というのがですね、何よりも楽しみだったわけです。この鈴木伸武藤敬司というと、やっぱりこの地方巡業でもしっかりテーマ性を持って見せてくれる腕だったりとか足だったり、膝だったりですね、そこをこう徹底的に狙っていくと、そういう攻撃を積み重ねて最後のビッグマッチにつなげていく、まさにこの地方巡業を点とすると、この点と点をつなげてビッグマッチの会場でそれが線になっていくと、シリーズを通して楽しませてくれるプロレス界にとってのもうレジェンドといっても、ね、過言ではないわけです。はい、1968年の鈴木伸選手、新日本プロレスでデビューし、 UWF 藤原組パンクラスなどを渡り歩きました。総合格闘技を主戦場としていた鈴木伸選手でしたが、2003年新日本プロレスに返り咲くことになります。総合格闘技の最後の試合でですね、重心サンダーライガー選手と試合して、ライガー選手の手引きにより新日本プロレスに復帰すると、ここからですね、高山義弘選手と組んで IWGP タッグなどを体感することになります。そして時が経ち2006年全日本プロレスに参戦を表明いたしました。そこから半年後、太陽ケア選手を呼ぶり新三冠ヘビー級チャンピオンとなりました。この鈴木伸政権がですね、長期間に及ぶことになります。ここからこの翌年まで防衛を続け、その翌年のチャンピオンカーニバル、チャンピオンとして出場することになりました。しかしですね、この最終戦、相手が田尻選手でした。こちらはですね、以前動画にしてご紹介させていただきましたが、あの田尻選手にまさかの場外リングアウト負けを喫すると、大変屈辱的な負け方をすることになりました。そしてその裏で優勝決定戦に上り詰めたのが、今回ご紹介する武藤敬司選手。相手は河原俊明選手でしたが、この激闘を制し、見事3度目のチャンピオンカードで制覇を成し遂げました。一方の鈴木伸選手は、最終戦で敗れた因縁の相手田尻選手を相手に三冠を防衛することに成功いたしました。最後はですね、鈴木伸選手のスリーパーによって田尻選手が虚空にドッキリをこう噴射して最後を迎えるというような死闘だったかと思います。この試合後、いよいよ武藤敬司を挑戦相手に指名いたしました。はい、そしてですね、この翌年には無連隊を結成し、さらに新日本プロレスに席を移してからは鈴木軍、つい最近はアメリカに渡って AEW に参戦するなど、本当ね、マンタを切るような痛々しい写真がね、SNS に上がってましたけども、向こうでもね、大人気を誇る鈴木の選手、iTunes チャートまでこう騒がしてしまうというようなモデル伝説級のレスラーです。はい、対する武藤敬司選手、経歴一応作りましたけど、こちらご覧の通り、なんとかチャンピオンだとか、なんとか優勝だとか、本当にこう輝かしい経歴しかなくて、書くことがね、もう溢れすぎて仕方ないんですけど、全日本プロレスに移籍する直前ですね、史上初の六冠王となりました。そして2002年には全日本プロレスに移籍、そして社長に就任、チャンピオンカードを3度制覇すると、2007年、川原俊明選手を目指して3度目の優勝を果たしました。しかしですね、この3度目の優勝後、3冠ヘビー級王座挑戦には興味を示しませんでした。ここでですね、鈴木伸選手が武藤敬司選手を挑発する形で名指しがあったために、まあ何ていうんですかね、挑戦表明ではないんですけども、この三冠戦を受諾するという形になりました。はい、この試合の後の話になりますが、この年に行われた世界最強タッグ決定リーグ戦では、パートナー共同リーグ選手と共に優勝するということで、この年がもうまだまだ力があったということの証明になるかなというふうに。はい、今回まずお伝えしたいのは、煽り V がもうまずもって素晴らしいと、やっぱりこの前哨戦からお互いのこの壊し合い、駆け引きというのはですね、非常にこう巧妙に行われており、そして試合で見せてくれると、ぜひ鈴木伸選手の衣装と髪の色にも注目していただきたいところですが、さらに言うと、最後のバックステージコメントまで、これはもうぜひ聞いていただきたい、本当にね、熱いコメントが残っておりますので、ぜひ最後までご覧いただければなと思います。三冠ヘビー級選手権試合、王座奪取以来、全日本の至宝三冠ベルトをまるでガラクタ扱い、傍若無人な振る舞いを繰り返す第35代王者鈴木伸。その勢いはとどまることを知らず、 4.30 名古屋大会では田尻の挑戦を退け、4度目の防衛に成功した。そろそろ本題戻ろうか。ケアを倒して、小島も俺の前に倒れた、出てこいよ武藤。強敵たちをことごとく撃破し、向かうところ敵なしの王者はついに今年のチャンピオンカーニバルで優勝を果たした全日本最後の砦、武藤敬司を指名。武藤出てこい。しかし呼べど叫べど武藤は現れず。なんで逃げちまったのか。もうここにいる必要もねえみてえだな。バイバイ全日本、じゃあな。鈴木はなんと全日本マット離脱を宣言。
試合をボイコットし、ベルトを保持したままメキシコへと旅立っていった。この異常事態に全日本は、鈴木が 5.27 神戸大会までに姿を現さない場合、三冠王座を剥奪すると宣言、好き勝手に振る舞う王者への制裁措置を取った。期限まであと2日と迫った 5.25 大阪大会、私服姿の鈴木が突如現れ、武藤に宣戦布告。俺とやんのか、やんねんのか、はっきりしろ。これに対し武藤はラブポーズで回答。 5.27 神戸大会では急遽両者の直接対決が実現。緊張感あふれる攻防の末、鈴木が武藤のお株を奪う足4の地固めで勝負を決めた。そして王者鈴木と挑戦者武藤の三冠戦が正式決定。 6.24 後楽園大会、1週間後に控えた一騎打ちを前に、2人はタッグマッチで激突。今度は武藤が鈴木の必殺技スリーパーホールドで正田を締め落とし、勝利を収めた。その後も繰り返された前哨戦、次は鈴木が武藤を失神に追い込んだ。たった一人の侵略者、もう本丸までたどり着いちまったぞ。止めれるか、止めれるもんなら止めてみろ。やられたらやり返す。今度は武藤が鈴木の足を破壊、前哨戦は壮絶な潰し合いとなった。まあ将棋じゃねえけど、差し合い差し合いして、今日の一戦で王手いったかなと。そしてついに迎えた決戦の時、果たして武藤は四方三冠を取り戻すことができるのか。三冠ヘビー級選手権試合、チャンピオン鈴木みのる VS チャレンジャー武藤圭司。三冠ヘビー級選手権試合、全日本の至宝三本のベルトを振り返し、ファンタジーズで金メダル。ケアが敗れ、小島も激化。出陣。武藤は一時タイトル戦線から一歩引いたところにおりました。その武藤がチャンピオンカーニバルで優勝し、現実味を帯びた三冠戦。ファンの期待、王者の挑発を予想、武藤はあくまでもマイペース。100回連発武藤に苛立ちはない。だからこそプロレスリングマスター2年ぶりの三冠挑戦。2007チャンピオンカーニバル優勝者、プロレスリングマスター武藤圭司。
白いコスチュームで入ってきた。横浜の地面、その実力を示すのか。三冠ヘビー級チャンピオン、三本のベルトを振り回す鈴木みのる。本日のメインイベント三冠ヘビー級選手権試合、60分一本勝負を行います。上コーナー挑戦者265パウンド、武藤圭司。最後の取りで2007チャンピオンカーニバル覇者武藤圭司。上コーナー3回ヘビー級選手権者240パウンド、鈴木みのる。第35代三冠ヘビー級選手権試合、そして金髪だ鈴木みのるです。鳥羽プロフェリー和田恭平。さあ、それでは改めて放送席をご案内してまいります。解説は長野武弘さん、そしてゲスト解説淵正信さんです。お二方どうぞ改めてよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず淵さん、はい、2人の表情をご覧になりまして今何を感じられますか。まあ覚悟といいますかね、とうとう鈴木はね、武藤と試合をするまでベルトを持ってたというなんか、はい、そんな思いがありますね。まずはロープの感触を確かめたチャレンジャーの武藤圭司、実に2年ぶりの三冠挑戦となります。長野さん、はい、びっくりしたのが鈴木のこの腕立ち、白のショートタイツに金髪。そうですね、白のショートタイツっていうのはね、あのパンクラスの頂点、キングオブパンクラシストになった時、彼は白のタイツだったですね。そうですね、だから本当にね、もうその頃の気持ちも込めての、はい、この武藤戦であると。もう本当にいつものちょっと鈴木みのると違いますよね。そうですね、いつもはその真剣なものをオブラートに包んで心理戦に持っていくのが、今日はもうまっすぐななんか鈴木みのるという感じ、それが隠せない鈴木みのるという感じがしますね。そうですね、さあいよいよ最後の砦、淵さん、これ武藤がですよ、もしやられるなんてことが彼にあると大変なことになりますでしょ。そうですね、まあやってくれるもんだと僕は思ってるんですけど ね、それを願っているファンはね、本当多数いらっしゃるかと思うんですが、さあどんな展開になるのか。長野さん、これ初対決、シングル初になりますか。そうですね、シングル初ですね。あの本当にね、この2人はその新日本プロレスの先輩後輩という間柄なんですけれども、ほとんど接点ないんですよね。そうですね、あの鈴木がその高校卒業して18歳ですよね、あの87年3月に新日本に入門した時も、武藤はすでにスペースローンウルフ、海外の修行も終えて、入った月にもう、越永さんと組んで、前田明、高田信彦から IWGP をタッグを取る位置にいたのが武藤なんですよ。しかも24歳、はい、今でこそこう当たってますけども、はい、若い頃24歳と18歳って言ったら大人と子供ですよね。そうですね。でやっとね、あの鈴木みのるがデビューした時にはもう武藤はプエルトリコで、はい、ブラック忍者になってましたよね。でもう新日本辞めて UWF 行く時には、はい、もう そこでちょうど前後するんですけども、はい、武藤がその NWA のアメリカのトップスターとなって帰国してくると。まあスパーリングぐらいはやったんでしょうけども、武藤はあんまり記憶ないみたいですし。あ、そうですか。まあ、立場としたら、じゃあちょっと新しく入った元気のやんちゃんちょっとスパーリングやるかぐらいなものだったと思うんですよね。なるほど。さあ今何を思っているんでしょうか。両者、チャンピオンの鈴木みのる、チャレンジャーの武藤圭司です。まあ本来でしたら交わることのないはずの2人だったのが、鈴木みのるがその去年全日本に殴り込みをかけてきたことによって、こういう局面まで来たということですよね。そうですね。さあ淵さん、共にグラウンドは得意としてますが、そのグラウンドの違いっていうのはグラウンドの攻防になると思うんですがね、当初 ね、グラウンドにはこう違いがありますか。の2人の選手、この鈴木と武藤のグラウンドって違うんですか。いや、違わないでしょう。お互いやっぱり基本はしっかり
ね、してますしね、うんうんうん、まあ、鈴木はアマレスはレースですね、バックボーンにありますし、はい、武藤は柔道ですか、でまあまあ、それよりもね、うん、やっぱプロレースの方キャリアの方が長いですからね、はい、そうですね、確かにそうですね、ただあの寝技に入るとね、武藤は結構重たいんですよ、そうですね、もう体重のね乗っけ具合がすごいねうまいんですよね、お今これですね、そうですね、はい、かなり下になった人間っていうのはね、スタミナをね、奪われちゃう、奪われちゃうんですよね、さあアームロックに捉えました、いやみんな重いって言いますよね、武藤敬司は重くて大きいし、まあ、重いような体重の、ね、移動の仕方をするんですよね、だこれ結構ね鈴木は苦しいと思いますよ、これ体重の書き方がうまいわけですね、うまいですね、腕もちょっと防御しなくちゃいけないしね、はい、でこの胸と腹のね、はい、位置で相手をこうやって、ね、圧迫させるんですよね、ほうほうほう、なるほど、スタミナロスするんですよ、結構地味な攻防なんですがね、はい、さあコントロールしているのは現在武藤、さあそれを杉海さんとしております、まあ、それこそね、あの新弟子時代なんていうのはね、はい、どう考えたって鈴木みのるが武藤敬司にかなうわけはないわけですからね、はい、じゃああの実際デビューして、うん、お互い全然違う道を歩んできて、はい、じゃあ今日勝負してどうなるかですよね、そうですね、武藤のおっとクロックヘッドシザース、ね、はい、それこそね、まあ、鈴木みのるは UWF という道に行って、はい、そこから藤原組ファンクラスを組んだ中でね、はい、まあ、同じ UK の UWF インターの高田信彦が、うん、この武藤敬司の足4の字で95年に負けたと10月ですね、やっぱりそれがすごい屈辱だったっていう気持ちは分かりますよね、なるほどね、だからこそのこの白タイツ、うん、まあ、実際あの鈴木みのるはファンクラスの人間でもありますし、はい、この横浜っていうのはファンクラスの本拠地でもありますからね、そうですよね、すぐ近くに道場ありますからね、まあ、いろんな思いがあるんでしょうね、そうですね、さまざまな UWF から総合経験して、またこのねリング上の鈴木みのる、しかし武藤もいろんな世界各地を転戦していろんなレスリング学んでますよね、そうですね、で武藤にしてもね、はい、総合格闘技戦もやってますし ね、 そうですね、あのオタービオでしたっけ、ね、はいはい、やりましたよね、立ってよし寝てよしの2人、武藤の言葉を借りれば鈴木も決してプーマンパンクラスからそう話しておりました、まあ、そこが武藤がね鈴木みのるを評価している点ですよね、いろんな道に進みながら今このリングに立っている、はい、やっぱり彼はプロレスラブを持ってるし、なんだかんだと言いながらその三冠とのベルトというものに愛着を持っていることを感じると言いますよね、そうですね、さあグランドの展開、相手の腕を攻め込んでいきます、チャンピオンの鈴木みのる、さあ今度はアキレス腱固めだ、アキレス腱固め、武藤のアキレス腱固め、元をたどれば同じ新日本プロレス、玉の飯を食いました、交わりそうで交わらなかったんですが、まあいわゆるその部分で言うと兄弟子武藤敬司、弟弟子鈴木みのるではあるんですよね、そうですね、元はね84年デビューは武藤敬司、88年デビューが鈴木みのるです、アキレス腱がためです、さあ絞り上げていく相手の足、さあ今度は鈴木が武藤の足を取りますか、考えたらあの武藤敬司はそのスペースローンウルフ時代ですよね、はい、まあ、一応トップに来たけどまだ若いですよね、はい、でまあ、UWF がその新日本に来たわけですけども、はい、あの前田明に対して前田さん UWF ってつまんないねって言った男ですから、らしいですよね、で結果になったっていう話ですからね、はい、さあ上になりました鈴木、おっとアキレス腱絞り込んでいく、絞る、武藤冷静ですよね、挑発にならないですね、グランドでの攻防、富士さんここまでの攻防はどうですか、五分と五分ですか、そうですね、結構落ち着いた感じでね、やってますから、ある面武藤のペースじゃないと思うんだけどね、そうですか、まあまあまあね、始まったばっかりだから、はい、なんかね、ちょっと武藤がレスリングを楽しんでるという気がしないでもないですよね、なるほど、さあ腕しきだ、腕しき、あ、これはまずですね、腕しき十字固め、ロープに近いところでもありますが、あ、体を寄せました、ロープサイド、ロープブレイクです、一旦間を取ります武藤です、福地さん、この武藤は間を取るのが非常にうまいですからね、そうですね、ちょっと鈴木もいつものペース、うん、なかなか難しいんじゃないかと思うんですよ、ね、そうですね、さあ今度はエプロンから蹴りを放っていきます、
蹴ったけどちょっと足が痛そうですね。アキレス腱固めありましたね。気にしてそして白いコスチューム塩とタイツで登場しました。この鈴木みのるであります。確かにこの鈴木のね、はい、このスタイルはね、金髪ありの方が白い、ね、はい、タイツも、確かに斬新だり本人のその覚悟ですか、はい、それが感じるんだけれども、うん、こうやって自分のスタイルを変えた時点でもうすでに武藤のペースになってるかもしれないっていう気持ちもあるんですよね。そうか、なるほどね。いつもの鈴木と違うというか、なんかね、うん、挑戦者武藤圭司なんですけども、はい、実際は鈴木みのるがもう武藤圭司と戦いたくてしょうがなくて、そのために三冠も取ったし、はい、防衛もしてきたし、はい、ある意味鈴木みのるの挑戦のような気もしますよね。あ、そう見えますか。なるほど。さあ今度はっと腕を取ります。腕を取った。ロープをうまく使っています。トップロープを使っています。武藤の腕を破壊しますか。今度はどうだ。足が当たる。うまいね。うまいですね。ドラゴンつける。これ体回転できないですもんね。これはね、ある種これは禁じ手の技ですよね。受け身が完全に取れませんでした。膝を破壊しますよね。下手したらもうこの一発で怪我しますよね。そうですね。もう一度ドラゴンスクリュー。まあ、長野さん、その鈴木が気にしているですね、武藤対高田戦、はい、あれもこのドラゴンスクリュー一発で流れが変わりましたもんね。そうですね、あれで高田の武器を負傷しましたからね、さあ想像できない動きをするのが天才と言われるゆえんだ。武藤圭司本の席から飛び込んでいきました。武藤のペースになりつつある。逆に振っていく対角線だ。足を取る足を取る足を取る。今度は客席に入ってるドラゴンスクリュー。全く受け身が取れない。完全に膝を破壊しに行きました。やっぱりね、武藤の天才的なね、これひらめきですかね、ひらめき、臨機応変さっていうのはこういうところに生かされますね。そうですね。こんな技を取ったのは初めてだもんね、鈴木は。でしょうね。やっぱここ一番の時の武藤圭司はすごいですね。すごいですね、その集中力、そしてこの瞬発力からひらめき、そして天才です、武藤圭司。さあ、チャレンジャーが先にリンクの中に入りました。満員4800人の観衆を包み込んでおります。ここ横浜文化体育館、その中で行われている三冠ヘビー級戦、伝統の三冠戦です。三本のベルトが掲げられております。さあ徐々に無調の時間だ。ゆっくりと行く。今年はチャンピオンカーニバルにも優勝いたしました武藤圭司。いや、鈴木みのるがここまではね、相手にペースを握られる試合ってあんまりないですよね。見たことありませんね。セカンドロープの上、武藤が行く。不満の表情は鈴木みのるだ。鈴木のこんな表情はほとんど見たことはありません。しかし舌を出しました。さあ笑っている。またしても足を取る。ドラゴンスクリューだ。4発目か。右の膝。さあフィニアホールクロック。足4の字がためだ。足4の字がため。この後の切り味は素晴らしいですね。さあリングの中央だ。相手の膝、あのユーインターとの対抗戦では最後はこの足4の字固めで高田信彦を下したわけであります。いや、鈴木はこれはもう折れてもギブアップできないですよね。そうですね、しないでしょうね。特にこの技ではギブアップはしないでしょう。締め上げていきます。フィニアフォーでグロック、足4の字固め。あの12年前がよみがえってまいります。しかしその時のシーンを積極的に見ていた鈴木みのる。さあ今度はどうだ。ロープにはロープブレイク、エスケープします。苦悶に満ちた表情はチャンピオンだ。
さあこの後どうする、もう一度必要に膝、相手の膝福さん、はい、理にかなった攻めですね、チャレンジャー武藤は、ね、さあもう一発いく、あの舌出してね、笑ったりしたけど時が終わってロープに逃げるんだから、はい、やっぱりもう分かりますよね、このダメージの具合がね、ダメージですね、かなりのダメージ、5発目、おっと踏みとどまった、腕重十字固め、右の足はどうでしょう、言うことを聞かないんではないでしょうか、踏みとどまるのもね、やっぱり負担がかかるわけですからね、さあ体勢を起こした、あやっぱりもう一度入っていく、足4の字、足に力入ってないんじゃないですか、ね、入んないんですね、ですからフックもままならないのではないでしょうか、チャンピオンの鈴木、さあ今度はこの足を取る、足を取って、しかし手の力よりも足の力の方が強い、ノーノーノー、さてまたしても足4の字固めの体勢を作りました、チャレンジャーの武藤敬司、自らも気合を入れております、鈴木みのるです、さあ絞り上げる武藤の時間だ、武藤のペースだ、チャレンジャー武藤のペース、2年ぶりのこの四方奪還なるか、全日本プロレスの最後の砦としてこの武藤敬司がついに出陣いたしました、2007年7月1日所横浜文化体育館三冠ヘビー級選手権試合、チャレンジャー有利、武藤有利だ、おさむさん、武藤はこの後何考えてますかね、いやでもこのまんまいったらね、4の時代も勝てますよね、じっくりいきますかね、ここはその後は、まあ、ただシャイニングウィザードも出してないですし、はい、まあ、出してない技いろいろありますからね、武藤敬司、福さん、はい、確かにまだ大きな技はそんな出てないんですよね、そうですね、さあトップロープの上、おさあ今度はどうする、鈴木がセカンドロープで、おっと満字ですか、満字ですか、この体勢で空中満字ですよ、空中満字ですね、なんと青コーナーサイドで満字固め、オクトパスホールド満字固め、さあここは認められない、メインレフェリー和田恭平、まあ何でもいいからね、こうしてちょっと流れをね変えていきたいところですよね、はい、そうですね、あでもちょっとロープが首に入ってましたね、あ聞きましたね、これ ね、 聞きました、体重がかかってましたからね、しかし足を引きずりながら鈴木みのるです、ダメージは鈴木の方にまだありそうだ、それでも痛い足を引きずりながら、まあ大丈夫だというアピールもあるんでしょうね、これね、先ほどの足痛めた足が支点となったのは今左のミドルキック、さあ今度は右の張り手だ、さあゴッツ式のパイルドライバーを狙う、武藤に対してゴッツ式パイルドライバー、パイルドライバーです、首に衝撃が走った、さあオクトバスホールド満字固め、リングの中央満字だ、満字固め、福さんこの満字はいかがでしょう、いや力入りますね、すっごい、何やさあ力を込めていく鈴木みのるです、5度目の防衛戦、鈴木みのる、こうやって見たら鈴木と武藤の体格差値は結構ありますね、ありますよね、もう一度必要に行く、またしても万字固めに入りました、万字固め万字固め、さあ頭を抜いた武藤、腕が抜けるか、さあスリーパーだ、スリーパーだ、スリーパーホール投げに行く、いやおもむろに今来ましたね、これを切り返すスリーパー、スリーパーだ、スリーパーだ、逆落としがあるぞ、半分の体勢武藤、それを察知しました武藤敬司です、シャイニングだ、シャイニングダウン炸裂です、しかも至近距離でしたからちょっと余計はないですね、今のはね、そうですね、チャレンジャーの武藤敬司、ご覧の表情、
そして手前チャンピオンの鈴木みのるダウン、前のめりにダウンです。今のシャイニングが効きました。んちょっと意識もろうか、小佐野さん聞きましたねこれね。そうですね、もろに入ってましたよね、はい、立ち上がった。今度はスリーパー、逆にスリーパー、さあ今度はスリーパーで取る、投げに行く、しかしスリーパー離さない離さない、グランドのスリーパーだ、スリーパーだ、スリーパーだ、スリーパーホールド、スリーパーホールド、裸締め、裸締めに入っている、厳しい、武藤厳しい、武藤厳しい、さあ武藤絶対絶命か、スリーパーだ、スリーパーだ、これ立ったら身長差が、ね、あるからなんとかね、すげえところ座っちゃうとね、投げて返した、投げて返しました。その辺りは察知しておりましたか、結城みのりグランドでのスリーパーに取りました。今度は正面に回った、正面に回る、危ない、取った、足を取る、足を取ってドラゴンスカリュー、6発目、またしても衝撃が走りました。右の膝です、右の膝、いやこれかなりダメージ来てると思うんですけどね、それでもそれを微塵にも見せません鈴木みのる。さあ武藤が行くのか、武藤が行くのか、足を取った、やっと右の張り手、右の張り手、さあスリーパーだ、スリーパー、スリーパーホールド、再び投げに行く、もう一度スリーパーホールド、危ない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 、スリーパーに入っている、スリーパーに入っている、スリーパーに入っている、深い深いぞ深いぞ、危ないぞ武藤、危ないぞ武藤、20分経過、セコンド陣無限を飛ばす、メトン武藤、さあどうだ、深く入っている、スリーパー、スリーパー、右のスリーパーだ、スリーパーホールド、入った、入ってしまった、絶対絶命だ、危ない、陣のスリーパーホールド、あ片指だ、どうだ、カウントが2、危なかった、武藤危ない、いやー、長野さんこれ絶対ですね、危ない、いやもう本当にね、鈴木のねこういう武器ありますからね、張り手がつく、張り手がつく、さあまさっとの鈴木だ、ましたさあ危ない。いやさあ危ないですよ。スリーパー、そしてもう体勢が逆転になりましたね。絶対ですね。さあチャンピオンが絶好のチャンスを迎えている。全日本ファンはこの武藤にかけている。ジャンピングニーバリのシャイニングなんだ。シャイニングウィザードだ。シャイニングウィザード。武藤ももう最後必死になりましたね、これね、シャイニングウィザード、よしカバカバ抑えた、取ったか、ツーカウントはツーだ、カウントはツーだ、今半分無意識で返したんじゃない、そうですね、チャンピオンとしても返したな、返しました、結局ガードもねできないまま今食らってましたもんね、返したな、さあ出すか、散弾しますか、よし、もうこれで決めちゃえ、ムーンサルト、膝が痛いか、武藤、あ今膝が痛いか、膝が痛いか、いや今出ましたね、耐えた、どうだ、取ったか、いや上げた上げた上げた、ちょっと今のまずかったかもしれないですね、ちょっと一瞬の間があった、すぐにカバーに行けなかった、今のスリーなかったか、
一瞬あの間が空きましたね、膝を落ちましたからね、ちょっと顔ゆがめてね、抑えるのが遅れましたよね。そのがどっち膝だろう、どっち膝だろうね。あー、それでも立ち上がる、立ちますね、シャイニングウィザード。あー、ロープ近いが、これで取ったか、ガッシャイならず、カウントは2。タフだな。いや、これね、通常体力もあれだけど、やっぱ気持ちだね、すごいね、これ精神力で返してるね。さあ、あと武藤の膝がちょっと心配ですね。右ですか、これ心配だけど、ここまで来たら、もう本当に、このままもう突っ走るしかないですもんね。さあ、もう一度行くんでしょうか。もう一発いきますかね。あーっと、足だ、足アンクルか、アンクルホールドか。あー、ヒールに入りました。ヒールだ、ヒールホールド、ヒールホールド、得意のヒールだ。ヒールだけど、これ膝に入っちゃうんですよ、膝に行くんですよね。厳しい、厳しい、ロープはどうだ、逃げれない、探れるか、ヒールホールド、動けますかね、これ。先ほど痛めてしまいました、その膝、ムーンサルト時に痛めてしまった。今のこのワンチャンス狙ってたね、ロープだ、ロープだ、手を伸ばせるか、武藤敬司。いやー、これはきつい。さあ、厳しくなった、ロープ使う、ロープ。いや、ロープでいうところ場外にも行ってね、逃げた方がいいですかね、逃げた方がいいですね、逃げる、逃げるもう間を取りたいこと。あ、ちょっと動けないかな、動けないですね、25分か、グランとなってきた、足を取る、足を取って、危ないよ、その通りに起きて破りのドラゴンスクリューだ。武藤が顔をしかめてしまった。モロハンヘッドやったのか、モンサルトプレス。チャンピオンが息を吹き返す。足を取る。膝！武藤の膝が入る。いけいけ！さあ、いけ！健康一滴！あー、取られた！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 取られて！ヒールに入る！ヒールに入る！ヒールホールド！うわ、これはきついね。武藤は上半身を起こす。ああ、膝が危ないな、これな。リングの中央だ。あのね、ああ、これ効いてますね。左の足で返していきますが、ダメか。さあ、どうなんだ、どうなんだ。鈴木は狙ってたのがチャンス。これ本当に膝もひねられますもんね。ちょっと膝危ないですね。もう一度ヒールだ。ああ、これ危ない、危ない、厳しい。ああ、しかしこらえます。武藤はギブアップをしない。余っている足で蹴る。ああ、ダメか。いや、これ逆に動くかもしれない。そうですね、どうだ、押さえて押さえて、どうだ。レフェリーはカウントを今数えました。一時期ね、パンクラスも確かヒールホールドはね、あまりにも危険なので禁止してましたよね。これね、武藤が膝が丈夫ならね、はい、ちょっとこう、なんとか我慢できるかもしれないけど、今の武藤の状況で言ったらね、きついですね。なんとかポイントをずらそう。あー、タップしましたね。タップだ。なんとなんとオフでタップ。最後はヒールホールド。これは正しいタップだったんですよね。さあ、最後の取り手だった武藤が敗れました。いやー、福さんからも言葉は出ません。おさもさん、はい、この現実どうご覧になりますか。いや、まず勝負としては素晴らしかったですし、最後武藤をハッチしましたけども、はい、判断としては正しいと思います。もう返せないで膝が壊れていいのかっていう問題になりますから、そうじゃなくてもうレフリーが止める、はい、あるいはドクターが止める、そういう展開になったと思うんですよね。もうちょっと返せないですよ、あれは。しょうがないですかね。さあ、チャンピオン正面のプロレス成功です。
この勝利はね、和田教授の DC、和田教エネルギーの、はい、ずっとやっぱり振り下の手を上げる勝利ですよね。出ましたね、マイクを取りました。武藤、たくさんのファン、男たち倒してきた。お前の足、結構惜しかったぜ。全日本プロレス、よく聞け。お前らの宝は俺の手の中にある。そして今日、お前らの大将の首、俺がもらったぞ。全日本プロレス、この喧嘩、俺の勝ちだ。さあ、今の一言に対してコメントをしていただけませんか。さあ、腕組みをしたまま、おたまさん、これから全日本どうなっていくんですか、これ。いやー、ほんとにね、もう今日は人気メドレーに言われても、これはしょうがないですよね。先ほどもそうなわけですからね。そうですね。さあ、どうなるのか、全日本プロです。このまま勝ち抜けとなってしまうのか、鈴木メドレー。今回の各決戦、解説は熱血プロレス推進者、元の武尊さん、ゲスト解説、土井正信さんでした。お二方、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、さあ、今度どうなるか、全日本。その逆襲にぜひまたお期待ができたいと思います。この辺りで横浜文化祭戦にお別れです。ごきげんよう、さよなら。いいね、武藤刑事。武藤ちゃん、いいね。死んだかと思った。全部だ、出し尽くした。腕パンパンだ。いいね、ギリギリって楽しいね。ポンコツだよ。まともにまっすぐも走れない、ポンコツだよ。ちょっと褒めてやるとしたら昔の名車だな。いくら整備してもレストアしても、今世界で一番速い車には追いつけないってことだ。少なからずの、同じ畑というか同じ血筋というか、そんなのはちょっとは感じるけどな。ないない、坂落としの後は何もない、何にもない。足持って投げんのだって、あれを日本で最初にやったやつ誰だ。ドラゴンスクリューです。は藤波さんですね。誰に習ったんだ。コーチさんですね。当然俺だって知ってる、俺だってやったことある、俺だって練習何千回だってやった、何百回もやった、だからそれが突然出た。ムート相手だからどうこうじゃない。最後の最後に出てきたのは、一番最初に自分が覚えた技かもしれない。去年の春、大田区の体育館に俺がな上がって全日本プロレスに宣戦布告した。一つの決着がついた。これだけは事実だ。俺の勝ちだ。あと俺の周りで俺対全日本以外でもガタガタ始まってるけど、30超えてるのにグレちゃった小島君とかさ、40超えて好感度アップ狙ってるケンちゃんとかさ、カスはカス同士で勝手にやってるわ。お先に行くぞ。誰もたどり着かない、誰も追いつけないとこ行ってやる。ということで去年も吹いたけど、今年もプロレス界鈴木みのるの風が吹き続けるっていうことだね。以上、おしまい。死闘の果てに最後の砦で武藤敗れる。地方三冠、そして王者鈴木の進む道は果たして。はい、というわけでこの試合は鈴木みのる選手が防衛記録を伸ばすということになりました。もう本当に壮絶な試合でしたよね。もう武藤敬司選手がもう相変わらずの膝攻め、ドラゴンスクリューだったり足尾の字だったりシャイニングウィザード、ムーンサルトと手の内を全て公開したんじゃないかというような激しい攻撃の中、バンジー固め、そしてスリーパーというふうに粘って粘って決めた最後のヒールホールド、この見事な勝利だったなというふうに思います。そしてバックステージのコメントも本当に聞き応えのあるものだったんではないでしょうか。もうね、あのプロレスのこの源流であるカールゴッチ、このカールゴッチのこの魂を受け継いでプロレスをしているというようなことも、まあ、汲み取れるようなコメントだったかなというふうに思います。カールゴッチさんと練習した頃の記憶、もう体の中から自然とですね、最後ドラゴンスクリューが出てきたというような発言も、これはね、本当にこのマニアにとってもたまらないコメントですね。やっぱりこうプロレスってこう歴史をね、受け継いで自分のものにして、そしてさらに進化系にしていくとい
というような競技だと思いますので、本当にそういうこの進化をね感じられるコメントだったんではないでしょうか。来週はもっと面白い試合をご紹介したいと思います。2007年ファン感謝デーで行われたレイ・ミノール、ミグエル・林ジュニア、ペペ・ミチノク、エルノサー・メンドーサ対土方隆司、陸太郎、哲也、山口隆司の一戦です。まあね、正体はね言わなくても分かると思いますが、このボスとメキシコ・アミーゴス、このトリオの8人タッグマッチ、こちらを来週お届けしたいと思います。もう本当にね一生もんです。こんな試合はね二度と見られないはず。もう多分金輪際も過去もこの時一度きりの素敵な試合をね来週お届けしたいと思います。それではまた次週お会いしましょう。さよなら。